それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が立たぬ。ほう、なかなかどうして狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。マイル。セキロよ、お主愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅を。Yeah.
敵の赤色よ、来てやれぬか。待たせたの。だが、こちらの守備も上々じゃ。しかし、老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我薄い右近在へ。違う、そなたはそなたはシュラではない。兵士民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。